どうも皆さん、リンクでございます。アンダーウッディサウルス、ウルルの新低測定動画、28ヶ月目、やっていきたいなと思います。はい。早速、ウルルは持ってるのが怖いんで、下ろしていきたいなと思います。はい。ちょっと白いですけどね。砂がついて、降りて。よいしょ。どうあら意外と重たかったりしますね。20.4ということで、えー、前回よりも増えておりますね。 良き。良きでございます。一時期また一瞬軽くなりましたけど、また元の体重に戻ってきたという形ですな。うん。良きですね。非常に良い,いかなと思います。まあ、このアングルは早々にではやめて、いつものアングルにね、持ってきたいなと思います。じゃあちょっとこっち行ってもらって。ほい。さっきからもうキュッキキッキュッ言ってるじゃん。よいしょ。で、乗せて。そして、これを上げる。 はい。ということでね、28ヶ月目のウルルをお見せできておりますかね。はい。今、多分とても綺麗だと思います。はい。理由は、えー、簡単ですが、脱皮した直後です。えー、1週間以内に脱皮しておりますんで、今ちょうど赤茶色な感じの色味が出てるんじゃないかなと思います。自分も茶色っていうよりはどっちかっていうと、えー、赤茶っていうんですかね。エンジっぽい感じかなと思っております。 明るくなるんですよね。やっぱり。脱皮が近くなってくると、この茶色が黒く、黒っぽくなってくるという形ですんで、非常にわかりやすいですね。うん。今が一番綺麗な時ですでね、そこを堪能していただけると思います。ちょっとこう白っぽくなってたりするのは砂の影響ですね。今、床材白いものを使ってますんで、まあその影響でちょっと白くなっておるという形ですね。今回はまあ脱皮不全とりあえずないということなんで、えー、順調にはいっているんじゃないかなと思います。はい。変わらず元気ですよ。 基本的にはもう、ウルルも、あの、元気だなと思うところばかりですんで、なんか、とぐり立てて、ね、言わなあかんっていうようなことはほぼないです。うん。まあ、一応、あれ、喋りますけど、この後、喋りますけども、基本的には、あの、すごく重要なことっていうのはほぼないと思っていただいていいかなと思います。だから、ま、元気の姿をお届けするっていうのが、えー、この身体測定動画の趣旨になっておりますんで、 え、特段何もないですよと。順調に餌も食べて、えー、リモリ成長しておる。まあ、それはこの体重にもしっかりね、現れてると思いますんで、えー、感じ取っていただけるんじゃないかなと思います。えー、この1ヶ月でございますけれども、初めて、ウルルにされたことがありました。それは、餌を拒否されました。初めてですね。これは今までここまで飼育してきてて初めてのことなんですけど、えー、先月からですかね。まあ、デュビアを減らしたいと。 えー、いうところから、餌をレッドローチからジュビアに変えましたよ、みたいな話をしていたかなと思います。で、まあ変えてずっとやってるんです。で、ジュビアのね、ちょっと大きさを選別するのがなかなか難しいんですけども、えー、ちっちゃい、良さそうな子を選んで、えー、その子をできるだけあげるようにしてます。で、変わらずずっとね、 餌が欲しい時には、もう最近はシェルターからこうガガッと出てきて、餌くれっていうようなね、モーションにしてくる、動きをしてくるような、え、とこも出てきてですね、非常に可愛らしいんですけれども、え、などれぐらい前って言うと難しいんですけどもね、一週間ぐらい前ですかね、いつもと同じように、餌欲しがってる感じがあったんで、こう、デュビア捕まえて、で、まあ、カールシュンパウダーをあぶしてね、あげようかなと思ってこうやったら、欲しがってたはずなんですよ。今までと一緒。ね、シェルターからこう出てきて、 こうくれっていう感情を見せてたはずなのになぜか食べなかったんですよこれは初めてです今までここに迎え入れてから餌のやり方確立してからは少なくとも初めてです 今、すごいもう、ブシュ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 言ってるかもしれないですあれちょっと、つくねがちょっと、ちょっと、この右の遠くの方で怒っております。<laughs> なんか急に怒り出しましたですね。なんか俺の声の何かが尺に触ったんかもしれませんけど、急に怒り出しましたけども、えー、初めて拒否されました。ペッピンセットからきっちり出てから当然ですけれども、あの、ドンクレッドロージとか言ってね、レッドロージの足もいでとか、えー、そういうなんかやり方を確立してから初めてのことでした。ちょっとね、びっくりしました。うん。 なんか食べようとして失敗したからやめるとかじゃなくてなんかすごいこうズズって出てきてたから普通にいつもと同じようにああ餌食うんだなと思って普通に準備してやったらプイって一切見向きもしなかったですね。 だからそういう気分じゃないのにちょっとなんかそういう行動。まあ、たまたまだからシェルターから出ようとしてたタイミングで自分が見かけたっていうのか,かもしれないですけども、ちょっとね、本来であれば食べる周期でした。2日に1回だからずっと2日に1回きっちり食べてたのが、初めて2日に1回ではなかったです。その日だけ1回90分飛ばしました。まあ、そういう気分のやるなと思って、えー、その次すぐトライするっていうよりは、ま、次のスパンでいいやと思ったんで、また2日待って、え、日ぶりの餌という形であげましたけれども。も、まあ、その後はスッと食べたんですよね。ちょっとね、 初めての経験だったので、自分もびっくりしましたけども、その後普通に食べてますんで、まあ、体重が今回増えてたっていうところから加味すると、まあ、ウルルの適正体重がちょっとなんぼかっていうのは、まあ、あると思うんですけども、まあ、ある一定の適正体重があって、今ちょっとこう、それを超えてきている段階なんで、まあ、俺は、俺はすね、ウルル自身も、 そんなにこう、がっついた感じじゃないのかなと。だから毎回こう、コンスタントにもらってたんだけど、今適正体重よりちょっと増えてきてるから、いや、一回いらないよっていう風にしてる。そういう感じなんじゃないかなと思っております。ちょっと確証はないですけどね。表門投げ物、まあ、まさに今、オルバーって名前出しちゃいましたけども、オルバーに近いような、えー、そういう考えがあるんじゃないかなと思ってます。気持ちの感じ方っていうのかな。まあ、同じヤモリですしね、やっぱりね。 うん、そういったのはなな、な、ゼロじゃないんじゃないかなと思います。彼らにもそれぐらいのやっぱ知能の多少なりともあると思ってますんで、私一応ね、あのー、人工餌ですごい栄養が高いものあげたりとか、そういったことをしない限りは欲しいだけあげても、そんなにね、劇的に不、肥満になったりとか、そういったことは少ないと思ってますんで、彼らある程度自分たちで自生できると思ってますんで、まあそういった、えー、部分なんじゃないかなと思います。はい。 わかんないですよ。<laughs> ただまあ2年ちょっと飼育してきて初めての出来事でしたということでございます。そして、えー、今月はついに床材を変えます。はい久しぶりに床材を変えますんで、床材の動画がまたね、アップロードされると思ってください。まあ今回今作ってるやつは本当にただの砂なんで、そんなにあの取り立ててどうこういうことっていうのはあんまりないんですよ。なんも面白い話もないんで、まあ特に面白みのない動画になるかもしれませんけれども、まあこういう なんてそれ、今使ったやつはもう最初使ってたやつの名前まで正確に覚えてないですけど、まあ、結構白い綺麗な砂で、昔ね、白い綺麗な砂使ってる時に結構その、 それ何使ってんのかって聞かれたりしたんで、まあそことはメーカー違うやつなんですけど、割とね、やっぱ色の綺麗なタイプの細かい粒子の砂っていうのは人気だったりしますんで、まあもしかするとね、誰かの参考になったりするかもしれませんね。はい。新しい砂はもう購入しておりまして、えー、ちょっとタイプ変えまして、ゼオライトですね。完全に100%ゼオライトということで、えー、用意しましたんで、そっちのね、どこでまた使っていくんで、それもまた動画撮影すると思いますんで、まあそれは速報は多分来月の身体測定動画で、あの、先月の身体測定動画で喋ってた新しい 材は今こんな感じですわっつってね速報は喋れるかもしれませんけどもねまあ、うん、興味がある方はよかったらまたね、うん、そちらを見ていただけたらなと思いますうんまあウルル本体は出ませんけど <laughs> <laughs> あくまでも床材の話しかしませんのでウルル自体は出てきませんけどね、うん、まあこればっかりはしょうがないね まあ、ベルルのね、えー、休止動画を今月ちょっと上げたいなと思ってますんで、その後はウルルかなと思いますんで、そこで、今自分が言ってるような、えー、シェルターから出てきてね、餌くれっていうようなモーションしてくる、そういったウルルの姿を、えー、お見せできたらベストやなと思ってます。 見せれるとは限らないんですけども。まあちょっと毎回のね、休止動画の時に撮影、まあちょっと大変は大変なんですけど、毎回休止動画のたびにちょっと撮影するような、えー、準備気持ちして、あの、チャンスがあればそれを動画にするという形になるのかなと思いますけどね。うん。なんだったら今月からこうトライしといて、来月、さも今月同じ月に撮りましたよっていう感じで出してもいいんですけどね。<laughs> ちょっといいやつをね、いい感じに食いついてるやつをやっぱり残したいなっていう気持ちもね、やっぱありますんで。 すごいね、もうなんか今日は結構動いてますねこの間先月でしたっけ全然動いてなかったので、ね、動いてない時と動いてる時の差がすごいですよねまああんまり元気ねえなと思った方もいるかもしれません人もいるかもしれませんけれどもまあ見ての通りそのあの時たまたま動かなかっただけでまあ基本的には元気に動き回ってますよ あの砂を床材細かい粒子の砂を床材にしたときにすごくいいところっていうのは足跡がねやっぱ残るんですよね床材自体にあの綺麗にだからね入れるときにしといてあるんですよで夜それで寝るともうねどこをどう歩いたかくっきり出るんですよねまあ自分が思った以上にこの子たち歩いてるんですけどもうぐるぐる動き回ってんだよねピタッて綺麗にしといたはずの砂のところがもうすごいデコボコだらけでデコボコじゃないところないみたいな 状態になってて一日中もう全体を歩き回ってたようなっていうのはね見て取れます、うん、まあ、そういった意味ではねすごく助かりますよねまあ、お迎えした直後の生態とかねちゃんとこう夜自分が寝てない間に人の気配が消えたらちゃんと動いてんのかどうか確認するためには使えたりするんかもしれないですねもう俺はじゃあ俺は売れ,れるぐらいまで買ってっとですねもうその人がいようが今や関係なく出てきますんであの全然いいんですけどね やっぱ心配の子とかには、そういった確認の方法もあるかもしれませんね。もうオルバーってついつい言っちゃうところ、ちょっとなんとかせんといかんすな。<laughs> <laughs> あれがな、もう <laughs>。同じヤモリだから引っ張られてんのがね <laughs>。ついつい言っちゃいますね。うん。まあ、動画のオフの時は別にそう思うんですけど、やっぱ動画撮ってるってなるとちょっとまあね、ねえ。 意識がちょっとこうピリッとしてる雰囲気だったりするとこも自分の中でありますんで、そういったのはこう良くない方に作用してるのかもしれないですね。まあ、ちょっと多めに見ていただけるとありがたいかなと思います。<laughs> ティンクさん、ウルルだよってってね、心の中で思っていただけると大変助かります。<笑><笑>え、もう大変ウルルに申し訳ない。<laughs> 間違えんなよって言われそうですよね。喋れたらもうすぐ言われてますよね。うん。お前間違えてるとか嘘やろって怒られそうでございますんで、気をつけます。はははは。 まあ、とりあえずは、も、ま、う、あ、本当に元気に過ごしてくれてますんで、特段まあ、えー、動画で喋ることもないというところでございます。はい。まあ、まとめもそういう形にどうしてもなってしまいますね。うん。まあ、元気にいてくれるのが一番いい。何話そうか悩む、えー。それがまあ、贅沢の悩みだと思っておりますんで、今後もこういう形でね、元気にいってくれたらなと思います。はい。ということで、えー、今回はここまで,でしたいと思います。見ていただいてありがとうございました。まあ、では、体月の身体測定動画、あるいは別の動画にて、会いいたしましょう。お疲れ様です。